もう二度とダンスできないね。はい、どうもこんにちは、善悪関係なくクズ非ラジオです。ということでね、いやまた悲しい事件がね起きてしまいました。もう笑みが抑えられるんで、悲しいのにな、悲しい事件なのに笑っちゃうんだけど、今日はですね、皆さんにまあダンスをテーマにした話題を一つお伝えしていくんですけれども、僕普段はね、あのお菓子作りが趣味でね、可愛いインスタ映えするスイーツとかをまあ作るパティシエ系 YouTuber なんですけど、今日はねダンスの話題ですよ。読売新聞からこちらの記事をご紹介します。交際していた女性32歳を負傷させたとして神奈川県警が本能寺の変をテーマにしたダンスで知られる2人組ユニットエクスプロージョン、メンバーの小原義雄容疑者36歳はぁを傷害容疑で書類送検したことが捜査関係者への取材で1日分かった。捜査関係者によると、小原容疑者は昨年12月12日1112事件やな、自宅で口論になった交際相手の女性の頭を叩くなどして軽傷を負わせた疑い。許せねえ。県警の調べに対し、暴行を加えたことに間違いはないと容疑を認めているという。小原容疑者は小原義雄として活動し、踊る授業シリーズとして歴史をダンスと歌で表現し、動画投稿サイト YouTube で人気を集めた。山口 JK の変のね、熱も冷めやらぬうちに悲しい事件起きちゃいましたね。エグスプロージョン、僕も知ってますよ。エグスプロージョン、あれでしょ、あの本能寺の変ってやつでしょ。ね、昆布がなんで海で出汁が取れないんだろうってやつでしょ。あ、違うか、え、エグスプロージョン、あ、違う、あの本能寺の変ってやつでしょ。ね、ひょっこりはん、あ、いや、それひょっこりはんか、ちゃんと見たことね。はい、この小原容疑者なんですけど、まあ僕も一人のダンサーとしてヒップホップ、あのリスペクトの念を込めて小原容疑者と呼ばせていただくんですけれども、この小原容疑者はあのスーパーチャンプルっていうねダンス番組があって、それに普通に出て活躍してたり、まああとやっぱ一人のダンサーとしてですね、吉本クリエイティブエージェンシーに所属するおダンサーとしての、まあ、側面をいろいろ知ってるから、ちょっとねやっぱね残念ですね。こういう悲しい結果で終わりですね。ガチョッカだね。人の口に戸は立てられないでしたっけ、そんな言葉があるんですけれども、ダンサーの風の噂でね、うん、ダンサーの風の噂ってそれただのダンサーの噂やな。ダンサーの噂でやっぱりね、なんか女癖の悪さとかね、すごい耳にしました。まあ普通にそのレッスン生とかイベントで知り合った女の子に、まあ普通に手を出すというか、普通に持って帰るみたいな。わかりやすく例えるんだったら、あのあれで、この女で遊ぶとドドンっていう感じよ、コインを入れてね、そういうノリで、まあ、あのバンダイナムコゲームスもマジ切れするぐらいですね、まあ、女性関係に関してはフルコンボダドンしていたっていう感じです。で、今回はですよ、今回あの交際相手の女性の頭を叩くなどして軽傷を負わせたんですよ。怪我させちゃダメだ、女の子は、男は女の子を守らないと。どうも新田真剣佑です。パシフィックリム2絶対見てくれよな。はい、もう論外ですよ、怪我させちゃダメだよ。で、頭を叩くっつったらなんかね可愛いイメージですけどね、なんかあのお笑い芸人の雷みたいですよね。わからん、喧嘩の原因はわからんけどな、うん、なんだろうな、その家賃の折半で揉めてて、こうパーンと叩いて、おめさてはここに住み始めてから電気代しか払ってねえなみたいな。そりゃ上沼恵美子もさ心配するよ。まあとにもかくにもこれでですね、もうエグスプロージョンが今後どんな動画を出しても、あ、これ確かどっちか、あの書類送検されてたような、なんかどっちか、あのね、女の子に暴行したんだよね、どっちかな、どっち、なんかどっちもそれっぽいなみたいな、もうお察しですよ。もうそういう見方しかねできない感じになっちゃいますね。いや残念ですね。歴史ものとかね、その歴史の何、まあ、普通に教科書読んでパッて暗記すればいいのに、わざわざ振り付けにして覚えやすくしてるように見せかけて、一見そう思うけど、いや、やっぱけど普通に教科書読んで覚えた方が早くねっていう、そういうまあ歴史ものダンスをいろいろやってた人たちなのにね、その法とか道徳とか、なんかそういう別の学問への扉が開かれるようなもう見方しかできなくなっちゃうね。ここからちょっと僕の、俺のハイポジからの握手、俺の意見なんだけど、36歳ね、僕よりも一回りも年上ですよ、36歳の大人、言わせてくれ。ダンサーだったらダンスバトルで蹴りつけろよ。おい、ダンスバトルの構えじゃないけどね、グラップラーバキの構えだけど、今でこそまあエンタメ的な、あるいはなんかスポーツ的なね、勝敗を分けるような、そういうまあ平和な催しとしておダンスバトルありますけれども、昔はそのね、ギャングの抗争の代わりにやってたとか言われてる、そういうなんかルーツもあるぐらいなんですから、命がけのそういうね戦いをするぐらいだったら、 No guns, no knife, no violence, usually but with dance,
This is all area crew。 友情みたいにライフの削り合いするぐらいだったらダンスで決着つけましょうよ、白黒つけましょうよっていう、なんてピースフルなんだ。だから皆さんも、これを見てる皆さんもですよ、やっぱりその彼氏彼女友達とかとね喧嘩になることあると思う。でもついこう手が出そうになると思うわけよ、くっそって。あの矢上ライトも女を殴りたいと思ってるのは生まれて初めてだって言ってたけど、それでもやっぱデスノートにあまねみさって書かなかったでしょ。だから皆さんもですね、ついこう熱いやっちゃうんだってなりそうになっても一回引っ込めましょう。一回勝ち取りたいっつって引っ込めましょう。で、ダンスバトルのルールなんですよ、僕がまあ決めましょう。まあ基本的にワンオンワンですね。ワンオンワンで、3ムーブ制にしようかな。3ムーブ、まあ先行後攻はおのおの雰囲気で決めるとして、でエントリー料はですね2500円、ワンドリンクチケット付きです。でこれが不倫とか離婚絡みになって、ちょっとお互いこう友達を呼んでね、お互いワンオンワンで話し合ったらやっぱちょっと手が出る、手どころがもう包丁とか出ちゃうっていう状況になったら、やっぱ友達とか呼んで今度は2オン2ないしチームバトルにしていきましょう。その際のですねエントリー料とか、まあそういうのは、その時に皆さんにお伝えしますんで。はい、でね、まあ肝心のイベント名どうしようかな。バトルオブザイヤー違うな、 UK B-Boy チャンピオンシップ、センテンススプリングでいきましょう。センテンススプリングっていうイベント名で開催するんでね、もしね皆さんなんかどうしても許せない相手とかいたら、その人連れてきて、でダンスで決着をつけましょう。で終わったらね、皆さん絶対にですね、その勝った負けたがあると思うんだけれども、そこでなんかツイッターに絶対俺のムーブの方が決まってた、あのジャッジクソだなとか、あの愚痴を書くんじゃなくて、しっかり相手とね握手して、いやよくやった、俺たちよく検討したなって、で相手が勝ったら相手の勝利を喜ぶって、まあ、その辺のですね、この、まあ、ファイティングスピリット、バトルフィールドとは別のですね場所で、そのメンタルトレーニングですよ、このマインドの方を上げていってですね、人間として成長していってください。だから皆さん決してですね、もうダンサーは関係ないです、人を悲しませるようなね、法を犯すような人にはならないでください。はい、いやー、まあ、このエグスプロージョンさん、ちょっとやっぱりね残念です。こうやってこの民衆を導く自由の女神の民衆ね、民衆にこのねダンスという概念をですね、こうピャッてルフするにはね、やっぱこのエグプロみたいな人たちがいなきゃやっぱね広まらないじゃんって思った。悲しいな、悲しんでるカットも十分か。はい、そんな感じで、まあこれから僕がですね2代目エグスプロージョンとしてやっていくんですけれども、一人のお菓子職人が今回の事件をお知らせしたところで、じゃあ歴史ダンスで終わりたいと思います。いきますよ。ほうほうほう、テポドンの核弾頭が発射、滑った。ゴールデンウィークでござるな。ゴールデンウィークは何時ら休みか、主ら休みなのか、マジか、ありえぬわ。休みはあり、おう、この絵、即ハボや。いいねしとこう。あ、けど、これいいねしたら他の人にバレちゃうのか。いやけど、いや、羨ましいよ。ゴールデンウィークが、その、9連休とか、9連休の人とかいるんでしょ？それ、都市伝説だからね。うん、お前、それ、都市伝説の幻想の中で生きてるからな、それはな。僕、普通に仕事ですよ。明日も、明後日も、しあさっても。しあさっての次を何て言うか分かんなくて、今、ちょっとためらったけど。仕事ですよ。やってられるかって話だな。うん、これいいねしとこう。